嘘で見る人のあしらい方の時間です。今日はこの感情線に注目してみましょう。感情線の末端が上向きの人は感情の起伏が激しく正直うざい。作り笑顔で対応し水面下で呪いましょう。感情線の末端が下向きの人はネガティブ思考で正直めんどくさい。作り笑顔で頑張ろうよなどと適当に励まし、水面下で全否定しましょう。それじゃあバイバイ。アウェイの提供でお送りしました。